これオープニングか。あ、待って、ペコーラの、え、え、なにこれ、え、ペコーラってロボットなの？え、ペコーラってこれロボットなの？あ、ちょっと待って、え、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、あれペコーラのさ、ペコーラのあの、あれはあのコントローラーは、あれ本当あった、あった、よしよし、待って、え、もしかしてこれペコーラ、これペコーラなんかな、これなんかめちゃめちゃあれだね、なんかこういう、あ、もしかしてペコーラこれロボット作れってこと？あ、待って、銃みたいなのもあるペコだし、あ、こういう工具でペコーラはいろいろ作ってけってことペコか。オッケーオッケー、ま、ちょっと楽しみになってきた。こういうクラフト系もできるペコなのかな。なんかクラフトはできるみたいな方で、なんかその基地のクラフトとかもなんかすごいできるようになったみたいな感じの書いてあったペコだけど、あ、ロボットを壊してこれ作れってことペコか。これそういうことか。あ、なんかかわいい、あ、よく見る、よく見る、あのおっちゃんがいる、よく見るおっちゃんがいるペコ、よく見るおっちゃん。それじゃフォールアウト4開始。ゲーム難易度はノーマルで大丈夫かな。ノーマルで大丈夫ペコかって、え、ノーマルで一回そこそこきついでって、ベリーイージーまであるってこと相当難しいんかこれ。イージーにしとくか。とりあえずちょっとペコランの下手くそだから。皆様、始まります。プイン。え、楽しみ。ちょっとどんな感じペコなんだろう。ドキドキが止まらねえよ。え、真っ暗なんですけど。よかった。いきなりなんかそう、なんか3をさ、フォールアウトの3調べてたら、結構さ、あの、落ちるとかバグとか書いてあったペコだからさ、え、嘘でしょ？え、いきなりこんな、いきなりフォールアウト4でさえもそういうバグとかそういうのあるんけと思った。あ、なになになに？主人公？あ、過ちを繰り返す。そういうこと、過ちを繰り返す人はね、誰もが過ちを繰り返す。1945年、1945年、兵役についていた俺のじいさんのじいさんは、あ、なるほど、戦争ね、戦争ね、いつになったら妻とまだ会ったこともない息子の元へ帰れるのだろうと、超綺麗な家族ペコなんですけど、思いを募らせていたようだ。何この平和的家族。同じ年にそれは叶った。アメリカが広島と長崎に原子爆弾を投下、第二次世界大戦は終戦を迎えた。やめて。人々は世界の終末を待つ身となっていた。だが驚くべきことが起きた。人は原子力を武器としてではなく、無限に近いエネルギーの源として活用し始めたのだ。ただの SF だと思われていたテクノロジーが生活を一変させた。家事を担うロボット、原子力で動く車、携帯できるコンピューター。え、大丈夫かそれ、爆発しねえペコかそれ。だが21世紀になり、アメリカンドリームは終わりを告げた。長年の消費によって主要な資源が枯渇し、デモ起きてるペコじゃん、デモ、世界は崩壊しつつある。やばい、やばい、デモ怖い怖
平和は遠い昔の記憶となった。2077年現在、飾られてるやつペコじゃんこれ。総力戦は目前だ。不安が募る。やばい、これ戦車？妻、そして幼い息子のことを思うと、兵役で学んだ教訓はただ一つ。死なないで、お願い。人は過ちを繰り返す。そういうこと、過ちは繰り返される。人は過ちを繰り返す。今夜の在郷軍人会館ではきっとうまくいくわ。そう思うか。もちろん。さあ、他の支度もして、鏡の前に座りすぎよ。ああ。なにこれ。LTRT。 そういうこと。 RS を使って視線移動。あ、すげえ、顔が選べるペコなの。ペコーラ男限定なの？女の子。ペコーラその妻みたいなやつがいいペコなんだけど、誰にしよう。ちょっと待って、これからさ、ちょっと待って、あいたちこれ大事だよ。キャラメイクできるペコなんだ。ちょっとこれ大事になってくるわ。ちょっと待って、今後ろにロボットがさ、待って、荒野をさまよう主人公か。結構ワイルド系にしたいペコ。違うな、この妻に合うかっこいい男性にしよう。ちょっと年いってるペコだよな、さすがにこれだと。性別変えられる？順番を変わって。ペコーラに似てるやつにしよう。ペコーラに似てるやつ、やっぱこれだな。この顔のパーツで選ぶか。この人綺麗ペコだよな、一番最初の人。 A で、色も変えられるペコなの。めちゃめちゃすげえペコ。うわー、待って、ペコーラの好みの女にしていい、この子。急におばあちゃん化しちゃった、ブリーチしたら。ちょっと待って、ペコーラの好みの女性にする。うわ、でもこの人暗めの色似合うな。好みの女にするわ、ペコーラの好みの女。ローラみたい。ローラだよ。似てねえか。あ、すごい。あ、なるほど。あ、待って、ペコーラきちら。ちょっと待って、あれ、ペコだな。みんなどれにしよう、ペコかな、ペコーラ。ちょっと悩むんだけど、これ言ったけど今日あれ、あのキャラクリで5時間。嘘。キャラクリで、やべえ。ね、女の子がこんな髪型しちゃダメペコでしょ。あ、待って、これで青髪があるかだけにするか。これ最高の美容師にやってもらってるから。腕聞いた方がいいです、その美容師に。この腕は美容師に。ちょっと腕をちゃんと確認した方がええペコだぞ。これやばいな。だってさ、ずっとこの髪型ペコでしょ。ずっとこの髪型ペコなんかな。違うペコだわ、これさ。ちょっとペコーラさん、髪を切っていい、あれなんだよね、ハーレークイーンに似てるなって思ったペコなんだよね。一回戻って、これで顔変えればいいんじゃない。ロリ BBA になってる。
人滑らかにしよう。滑らか。出会った人同じくらい素敵だ。色って何？色って、あ、ですけど。うわ、ちょっと目が。めっちゃ褒めてくれるペコじゃん。綺麗な目だって。ありがとう。そうかしら。目だけでどんだけあるペコなの。やば。今まで出会った中でそんなに美しい目の持ち主はいなかった。本当かしら。そんなに可愛いペコなんです。違う。悪くない。うわ、眉毛これ大切やで。眉毛もうちょっと眉毛と目の位置さ、離せねえペコなの。うわ、なんかこれあれ、ちょっとあれに似てない。なんだっけ、エマ・ワトソン、エマ・ワトソンの眉毛に似てる気がするペコ。これちょっと綺麗な奥さんだ。ありがとう。そうかしら、そうペコかしら。失礼なこと言うなよ。どこがきついペコなんだよ。全然きつくねえだろ。これだな。また恋に落ちてしまう。また君に恋してる今ま。あ、これもできんの。いい女ペコじゃん。まあ、でもペコ、あ、でもこれさ、筋肉質な女作ってみるか。なんとかなるか。わ、この女ただものじゃねえんだなってさ、ちょっと古傷つけとくか、ここら辺に。
ケーオッケーオッケー、これでいいんじゃない？ウサダペコーラフェイスができたってわけ。ペコだよこれで。わ、待って、首太っ。いや青色ね、髪の毛ないペコなんだよ、青の髪の毛。いやペコーラもこれ色変えたいペコなんだけどさ、バランス悪すぎ。あなたたち鍛えられた女でバランスがいい女見たことある？どこかしらに突出物があるわけよ。いやこれいいんじゃない、結構ペコーラに合ってきた。うわペコーラの髪色ないな、ブルーがないペコなんだよこの女。この女の人さ、ブルーがないんだよな。これは？え、あ、これちょっとペコーラに見えるくない？ホワイト、ホワイトの方がいいかもしれないペコなの、これホワイトにするか、これをホワイト。なんかこの旦那にこの妻なさそうペコだけど、あんまり。あ、これいいかもしれないな、なんかだいぶ近くなってきた気がするペコ。ペコーラも白髪あるペコだから、ちょっと待って。髪の色を新しくした？さあスタイルちょっと変えてみる、ちょっと他のちょっとだけ見てみるか。よし、あわかっこいい、かっこいい、かっこいい。いや、やっぱこの髪型しっくりくんの。見慣れてるせいかさ、見慣れてるせいか、ちょっとさあれだわ、おさげが似合ってる気がしてきた。え、怖い怖い、見慣れるとおさげが一番って思えてきたペコ。え、みんなも思わない？なんかおさげが一番似合ってる気がしてきた。え、そんな気がしてきた。え、似合いすぎてないか、おさげが一番なんか似合ってる気がしてきた。やっぱツインテだよペコーラ、思うもん。え、なんか他のもさ、このなんていうの、乱れ髪とかも普通に似合うペコだけど、傷が、あ待って、これ傷が見えないけど、ちょっとチラッとした時に見えた方がいいんかな。うわ、どうしようペコ。いやペコーラやっぱお酒が似合うんじゃない？いや似合ってないぞじゃないペコだよ、いいの、これなの、これがウサダペコーラになるってことよ。これにしよう、確定、これに決めます。って感じでいいか、男も変えられるぞ。え、あ、ちょっとここに入らせて。旦那もいじれるってこと？え、ペコーラ旦那をさ、え、だ、待って、じゃあこの旦那に似合うやつを一発で決めるわ。うわ似合いそう、ちょっと、うわ悪そう、うわこういうカップルいそう、うわいそういそう、なんかちょっと、うわあ、うわこの悪者いそう、こいつ悪者そう、いそうペコだわ。うわこの旦那いいな、かっこいいな。あー、なんかすぐ弱そう、わなんかすぐやられそうなキャラクター。旦那はプリセットから決めよう。あ、こいついいんじゃない？え、うわちょっといいかも、この人、この旦那いいな、この旦那強そう。うわこの旦那だわ。え、待って、この旦那、この旦那に、ちょっと待って、この旦那に、あ、旦那に、選択、え、旦那につけれねえの？うわこの旦那に傷つけたい。うわ正面から見たら普通の旦那だけど、横から見たらこの夫婦やべえぞ、この夫婦やべえぞみたいな感じにしたいな。旦那これしちゃうかな、旦那、旦那
もういいでしょ。最強の夫婦ができた、ペコ。最強の夫婦が。よしよし、これで決定。